心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回は精神疾患は治りますかについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問は精神疾患は治りますかになります。お答えとしては疾患により治り方は異なるとお答えします。まず精神疾患とは振り返っていきますと、これは精神状態の不調や異常、考えや気分などの異常をきたす疾患一般になります。うつ病から発達障害まで様々な精神疾患があります。主に心療内科や精神科で診断や治療をするということになります。この精神疾患の例はいろいろありまして、うつ病やパニック障害も精神疾患ですし、統合失調症、双極性障害、躁うつ病も精神疾患になります。そして生まれながらとか特性という点でいくと、発達障害やパーソナリティ障害なども広く精神疾患に入るというところがあります。これらに共通する点としては、治療や対策で辛さが改善しうるというところは基本的にあると思われます。一方でどこまで改善するかは疾患により変わってくるというところがあります。このどこまで改善するか見ていきますと、まずは治癒する、これは薬がない状態でも安定した状態を続けうるというところになります。二つ目が寛解するというところ、これは薬を使うことで症状は目立たない状態になるけれども、やめると再発してしまうという状態です。もう一つは改善のみというところです。これは薬などで辛さは和らぐんだけども治るわけではなくて、共存してやっていく必要があるというものになります。改善の度合いと疾患を見ていきますと、まずその治癒、薬なしでも最終的にやりうるものとしては適応障害やうつ病などが候補になります。寛解するもの、薬を使う中での安定が目標になるものが統合失調症や双極性障害になります。そして改善にとどまる、共存していくというものに関しては、発達障害やパーソナリティ障害というところなどがあります。まずこの治癒する場合というところを見ていきますけれども、これは薬なしでの安定を見込むというところ、治癒する場合少し詳しく見ると、これは原因を除けば十分改善する場合というのは治癒を見込みます。また治療後慎重に薬を減らして薬なしでも大丈夫になる場合、これも治癒を見込むところがあります。ただこれらであっても、いわゆる再発リスク、ぶり返すリスクというところには、しばしば注意を要するというところがあります。治癒する精神疾患の例というところを見ていきます。まずは適応障害、これは背景のストレスを解決することによって、人によっては治癒を図れる場合があるというところです。続いてがうつ病、これは治療に関しては時間がかかることが多いです。ただ時間をかけて改善した後、徐々に薬を減らして最終的に薬なしの治癒を目指せる部分があります。もう一つは不安障害になります。ここに関しては人によるところはあるんですけれども、不安に慣らしていく脱患者という治療がうまくいった場合は、初めはお薬を使っていてもだんだん減らして最終的にはなしにしていける場合があります。続いてが寛解するという場合、薬で安定もやめると再発するということになります。この寛解する場合は少し詳しく見ますと、薬の治療がうまくいくと症状が目立たない寛解という状態になります。ただしこれは再発予防のために寛解した後、症状が目立たなくなっても薬を続ける必要があります。こうやめてしまいますと、かなり高い確率で強い再発するリスクが高いので危険があるというところです。この寛解する精神疾患の例、代表的なものを2つ見ますと、まずは統合失調症です。これは長期的に幻聴妄想が出る病気ですけれども、治療をすることによってこれらが目立たなくなる、寛解になることも結構多いです。ただ薬をやめると強い再発をしてしまいます。もう一つが双極性障害、躁うつ病になります。うつとその逆の躁が目立つ病気ですけれども、これも気分安定感の薬を使うことで波が目立たない寛解を目指せる。ただ、やめるとやはり波が強く不安定になってしまうことがあります。続いては改善にとどまる場合というところ。薬の効果はあくまでも限定的な場合です。この改善にとどまる場合、少し詳しく見ていきますと、これは薬によってのいわゆる症状がなくなる寛解までは望めないという場合になります。辛さの改善に関しては効果が期待できるところはあります。ただ残る症状はありますので、残った症状や特性とは付き合いつつ生活を続けていきます。改善にとどまる精神疾患の例を見ていきますと、まずは発達障害です。これは生まれながらの特性というところが大きいですので、ある程度工夫をしたり、 ADHD であれば改善を図る薬を使ったりするんだけども、基本的には症状、残った症状と付き合ってやっていくということになります。続いてはパーソナリティ障害になります。これは経験と生来の特性合わせてで、ある種固定してくるため、特性を和らげるようないろいろな工夫はあるんですけれども、基本的には付き合いながらやっていくということになります。
もう一つが知的障害境界知能というところ、これは生まれながらの知的機能の障害等になりますので、元の困難を変えるのは難しいです。ただ合った環境を探していく、見つけていくということで、二次障害的な精神不調を防ぐというところが一つ目標になります。今回はご質問、精神疾患は治りますかについて見てきました。精神疾患は治療等により辛さが改善するんですけれども、どこまで改善するかは疾患による異なります。うつ病などのように治癒する疾患であれば薬の注射は目標になりますけれども、統合失調症のように寛解までという病気であれば安定後も薬を引き続き続ける必要があります。発達障害などの特性に関しては、治癒、薬で症状がなくなるなどに関しては困難なので、あくまで改善を目指していきます。その中で残った症状に関してはいろいろ対策を続けながらより良い生活を目指していくことになります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。